ザリバティーンズ、ザリバティーンズはイギリスのロックバンド、ロンドン出身。ガレージロック、リバイバルムーブメントにおけるバンドの一つ。バンドの中心人物は作詞、作曲を共同で行っていたカール・バラート・ピート、ド・ハーティー。当初は目立った成功を収められずにいたが、2000年代前半から次第に注目を集め、ついにはイギリスチャートでアルバム1位。 シングル2位を獲得するバンドとなった。2004年12月にリリースされたセカンドアルバムリバティーンズ革命はエネミーの年間ベストアルバムで2位に選ばれた。なお、彼らの2枚のアルバムプロデューサーはイギリスのパンクロックバンドザ・クラッシュのミック・ジョーンズが担当した。成功の一方でバンド内部ではドハーティのドラッグ中毒 クラックコカインとヘロインを原因とするトラブルが絶えず、結果的にこれが2004年の解散につながった。その後、リバティーンズのメンバーは、それぞれの新しいバンド、ベイビーシャンブルズ及びダーティプリティシングスで音楽活動を継続した。2010年8月には一時的に再結成を果たし、レディングフェスティバルを含むいくつかのライブを行った。2011年のインタビューで、 カール・バラーは将来的な活動を否定したものの、その後も断続的にライブを継続。2014年はブリティッシュ・サマー・タイム・フェスティバル・アット・ハイド・パークでヘッドライナーを務め、ヘッドライン・オブ・ザ・イヤーを受賞した。2014年12月、新たにバジン・ EMI でコーズと契約を交わしたと発表。ニューアルバムのリリースが決まった。2015年6月26日、 シークレットゲストとして、グラストンベリーにて、新曲含む19曲を演奏した。2015年9月サードアルバム発表。ザリバティーンズの設立メンバーは、カール・バラーとピート・ドハーティ二人が出会ったのは、バラーが大学で演劇を学び、ドハーティの姉、エイミー・ジョーとロンドンのリッチモンドでフラとオシェアしていた、時。ドハーティは別の大学で英文学を学んでいた。 この時ドハーティは十七歳であった。二人は互いの才能と音楽への情熱に気づき、大学を辞め北部ロンドンのカムゲンロードで共同生活を送るようになる。当初、ドハーティはバラーとザ・スミスのモリッシー、マーのような歌手とギタリストの関係になろうとしていた。二人が住んでいた家は、家賃は週六十ポンド、約一万二千円で壊れた裏窓から入り込むしかなく、ドハーティと アラーは、シングルのマットレスで一緒に寝ていた。隣人のスティーブ・バーローとバンドを結成した。バンド名をはじめ、ザストランドとし、後に、ザリバティーンズとした。由来は、マルキ・ド・サドの、ラスト・オブ・ザリバティーンズから、ジ・アルビオンズ・ザ・アルビーンズも検討された取り下げされた。ジョン・ハッサールとジョニー・ボーレルと出会い練習を行った。ボーレルが練習に現れなくなり、 ハッサールがベーシストとしてバンドに加わったボーレルは後にレーザーライトのメンバーとなった。この時点ではまだ固定的なドラマーがいなかった。バンドはギグを行うようになり多くはドハーティとバラーのフラットが開催地となった。3曲レコーディングするためにプロデューサーにセックスピストルズの作品を手掛けたことのアルグウィン・マシアスを迎えオデッサスタジオへ入った。しかし、 バンドは自分たちが用意してきたドラマーに落胆し、マシアスはポール・デュフールをヘルプとしてバンドに入れた。デュフールは50ポンドでレコーディングに加わることを同意した。彼は54歳であり、他のメンバーよりかなり年上だった。年齢差は大きかったものの、デュフールはバンドに加わったことで十分感動していた。バンドはより多くのレコーディングをし始め、 さらに遠くの開催地でキングをするようになった。2000年5月、バンドはワーナーミュージックグループの弁護士であった、ペルシャ人女性のバニーと出会った。バニーは、バンドの潜在的な才能を認識して、マネージャーを引き受けた。レックス11のレコーディングを行う。しかし、2000年12月になっても契約が決まらず、デュフール、ハッサール、バニーがバンドを離れていく。バニーは、 同じようなスタイルで成功しているザ・ストロークスを見てラフトレードレコードと6ヶ月以内に契約を交わす計画を立てこの期間にバンドは多くの曲を書き上げ結果的にファーストアルバムに収録されることになったバニーはポール・デュ・フールの年齢が高すぎると考えゲイリー・パウエルをドラマーとして加入さた2001年12月ラフトレードと契約を交わした バンドはベーシストが必要となり、ジョン・ハッサールが再度加入した。しかし、バンドの中心は、ドハーティとバラーであるため、ハッサールはバックグラウンドに止まることを通告される。ドハーティとバラーは、ティーズデール通り 112A にあったフラットを一緒に沈借し、アルビオン・ルームズと名付けた、彼らのゲリラギングの多くの開催地になった。ラインナップが固まったバンドは、 より多くのギグをし始め、ザ・ストロークスとザ・バインズ、スーパー・グラスのオープニングアクトを務めた。ミュージックプレス中へ、名前が広がり、エネミーは、特にリバティーンズへの関心を持った。2002年、両 A 面シングル、ホワット・ア・ウェスター、アイ・ゲット・アロングをリリースして、デビューを果たす。プロデューサーは、モトスウェイドのバーナード・バトラー。シングル発売日と、同日、 エリザベス二世女王即位50周年記念の祝典が開催されており、バッキンガム宮殿内では、ロックスター参加のコンサートが行われ、大々的にテレビ中継されていた。彼らはこれに対抗し、宮殿の道挟んだ向かい側で器具を決行。さらにこのシングルをバージンメガストアで万引きする、その模様は後に、シングルとなる、Don't Look Back into the Sun の PV 中に、 挿入されている。こうしてバンドは反体制派のヒーローとしての立場を確立した。シングルは放送禁止処分となったが、前衛37位を記録。元ザクラッシュのミック・ジョーンズをプロデューサーに迎え、ファーストアルバムのレコーディングを行った。レコーディング中もバンドは可能な限り多くのギグを行っていた、セックス・ピストズ、モリッシーのオープニングアクトを含め、2002年だけで100回、 以上。2002年8月、サマーソニックに出演し、初めて日本でライブを行った。ライブはたったの20分程度だったが、ベストアクトの一つに挙げられた。ドハーティは、日本にいた時は、アルカディアにいるようだったとコメント。セカンドシングル、アップザ・ブラケットを9月30日にリリースし、全英29位を記録。続いて10月21日に、 ファーストアルバム、リバティーンズ宣言をリリース。前衛で最高35位止まりだったが、世界中の音楽史から高い評価を得た。エネミーアワーズでベストニューバンドに選ばれた。バラーがアルビオンルームズから独立していく。2003年4月、日本ツアーを観光した。約2週間の滞在期間の中で10回のギグを行うという過密なスケジュールのせいもあってか。 札幌公演では、ドハーティが2曲目で機材を全て破壊する事件を起こす。ギター1本とツインボーカルで、札幌の公演を終えた。ビバティーンズ宣言のレコーディングとリリース後のツアー中、ドハーティのドラッグ使用量が大幅に増加していき、他のメンバーとの関係が悪くなっていく。バンドは気難しくなり、パフォーマンスの中にも緊張状態が見て、取れるようになった。 2003年5月、ニューヨークで、ベイビーシャンブルズセッションズのレコーディングを行う。バンドへの決意の印として、ドハーティとバラーは腕にタトゥーリバティーンを入れた。しかし、バラーは、ドハーティのドラッグと、その関係者に嫌気が差し、セッションを途中でやめ、ドハーティは一人でレコーディングを終えた。セッションは、ヘレンスーと呼ばれるファンに与えられ、インターネットで無料公開された。 ドハーティが命令したとされている。イギリスに戻ると二人の関係はさらに悪くなり、ドハーティは一人でゲリラギグを行うようになった。バーナード・バトラーをプロデューサーに迎えて、ドン・トルック・バック・イントゥさんのレコーディングを行うが、ドハーティとバトラーの関係がうまくいかず、ドハーティは滅多にレコーディングに現れなかった。バラーの誕生日が近づいてきたとき、 ドハーティはバラーとの間の緊張を和らげようと誕生日を祝う特別なギグを企画した。しかし、バラーはすでに他の友人が開いてくれたパーティーへ出席してり、ギグに行くことができなかった。ギグでは一人演奏するドハーティが残された。バラーがシークレットギグに現れなかった後、ドハーティはバンドのヨーロッパツアーへの出発時間に姿を現さなかった。 ドハーティはこの時、裏切られたと感じ、バラーと接触するのを拒んでいた。バンドは、ニックという代わりのギタリストを迎え、ドハーティ抜きでツアーを観光した。ドイツのライブでは、ザ・クーパー・テンプル・クロースのディズモンドがボーカルとして、バンドをサポートした。途中、ドハーティがパリのギグから合流しようとするが、ドラッグ問題を理由に、バンドへ戻ることを拒否される。その間、ドハーティは、 ベイビーシャンブルズとして活動を続けた。7月、バンドはフジロックフェスティバル出演のために日本へ向かった。バンドが日本に滞在中、怒り取り乱したドハーティがバラーのフラットに機材等を盗みに侵入し逮捕されるという事件を起こした。混乱の中、シングル Don't Look Back Into the Sun がリリースされる。ドハーティ逮捕の話題も 相まって、前衛11位にまで上り詰めた。ドハーティの代役に、アンソニー・ロッソ・マンドを迎えて、レディングフェスティバルに出演。9月、ドハーティが、住居侵入罪で、2ヶ月の実刑に処せられる。ドハーティの保証人にバラーがならなかったことに、ファンが非難を浴びせた。ドハーティ釈放の日、バラーが、門の前まで迎えに行き、二人は、熱い抱擁を交わした。この晩、 来ないと思われていたハッサールとパウエルも加わり、チャタムのクラブ、タップティンド・ハーティ復活記念のギグを行った。エネミー・ギグ・オブ・ザ・ヤーに選ばれる。2003年12月の中頃、ロンドンフォーラムで3日、連続ギグを行い、すべてソールドアウトとなった。最終日の夜には、大勢のファンがステージへ上がってきた。続けて2004年3月、UK ツアーを行う。バニーに代わり、 クリエーションレコーズ創立者のアラン・マッキーがマネージャーとなった。後に、アラン・マッキーは、ダーティ・プリティシングスのマネージャーになった。セカンドアルバム制作のために、バーナード・バトラーとスタジオ入りするが、ドハーティとバトラーの関係がうまくいかず、すぐに辞めてしまう。前年に公式リリースされたのは、Don't Look Back Into The Sun だけであったにもかかわらず、エネミー・アワーズでベスト・ブリティッシュ・バンドに選ばれた。 受賞式で Don't Look Back into the Sun を披露。また、式でドハーティとバラーはジークフリートサスーンの詩を共に暗唱した。ミック・ジョーンズがプロデューサーに復帰し、スタジオ入りする。しかしドハーティのドラッグ癖が戻り、バラーとの関係が張り詰めたものになる。レコーディング初日に二人は大喧嘩をし、二人を喧嘩から引き離すためにセキュリティが雇われた。 ドハーティは、リバティーンズの傍ら、友人のウルフマンとコラボレートし、シングル、フォーラバーズをリリース。前衛7位を記録。バラーは、ウルフマンとドハーティのドラッグ癖を快く思わなかったが、B 面にギターで参加した。アルバムのレコーディングを終えるとドハーティはミキシングとアフレコを他のものに任せて、スタジオから去ってしまう。ドハーティがまともな状態ではなく、 レコーディングできたのはわずか10日間であった。2004年5月14日、ドハーティはドラッグ中毒を断つため、プライオリへ入る。しかし、すぐに、ドハーティは、プライオリから抜け出し、一度戻るが、1週間後の6月7日に、再び抜け出した。この間、バラーは、ウエストエンドで開く、予定のクラブナイト、ダーティ・プリティ・シングスの準備をしていた。ドハーティは、 フライオリーを2回目に抜け出した日に、クラブナイトのオープニングパーティーへ顔を出した。バンドメンバーに、薬物治療のためたのワアットタムクラブークへリハビリに行く決意を語った。この晩、楽器を周りから借りながら短いセットのギグを行った。そして、これが、リバティーンズ全員揃っての最後のパフォーマンスとなった。リハビリは再び失敗に終わり、ドハーティは、 ジーンを3日間で去り、ドラッグを求めて、バンコクへ向かった。契約上、これ以上ギグをキャンセルするわけにはいかないバンドは、再び、ロッソマンドを代役に迎え活動を再開。6月17日、ドハーティがイングランドへ帰国したその日に、刃物の不法所持で逮捕される。9月1日、ドハーティは、ロンドンの裁判所に出廷し、無実を主張。 4ヶ月の実刑になる可能性があったが、執行猶予12ヶ月になり、実刑を免れた。バラーは、ドハーティをすぐにはバンドへ戻さなかったが、ドハーティがドラッグ問題を解決すれば、すぐにでもバンドへの復帰を歓迎するという声明文を出す。しかし、ドハーティは新しく始めた、ベイビーシャンブルズとして、ツアーを観光、成功し、バンドとの和解の可能性を遠ざけた。 2004年7月、フジロックフェスティバル出演のために、薬物問題が解決しない、ドハーティ抜きで日本へ向かった。8月、サマーソニックに飛び入り出演。コメディステージでのライブであったが、多くの観客を集めた。セカンドアルバムからのファーストシングル、Can't Stand Me Now をリリースし、全英2位を記録。末に満を持たして、セカンドアルバム、 リバティンズ革命をリリースし、前衛1位を記録。11月、ラストシングル、ホワットビ・ケーム・ e ブ・ザ・ライクリー・ラッツをリリースし、前衛9位を記録。バンドは、最後の日本公演を行い、全国7カ所を回った。12月17日、ドハーティ不在のままパリで最後のギングを行った。無期限活動停止、事実上の解散を宣言し、活動にピリオドを打つ。 2005年2月、エネミーアワーズで2年連続でベストブリティッシュバンドに選ばれた。受賞式でバラーはピートに会えなかったのは残念。キスして仲直りするはずだったのに、とコメント。その後、ドハーティはベイビーシャンブルズ、バラーとパウエルはダーティブリティシングス、ハッサールはイエティでそれぞれ活動している。ドハーティとバラーの2人はリバティーンズ解散後、 数ヶ月間連絡を経っていた。しかし、2005年4月18日午後11時30分頃、二人は、北部ロンドンハイゲートのザ・ブーワールーバーで再会いた。この再会は、有効的なものと言われている。二人が再会したのは、ドハーティがタイへ行く直前にあって、以来、約10ヶ月ぶりであった。二人は、最初神経質になっていたが、法要で互いを迎え合い、ソファーに座って、 会話をした。次の再会は、2006年7月18日、カムデンのダブリンキャッスルパブで行われた。エネミー・アワーズ2007で、ドハーティとバラーは再会し、バーへ行く前に、テーブルでしばらく話をした。二人が会うのは、ダブリンキャッスルの時以来だったが、本当にうまくやっている様子だったとエネミーは、報告している。2007年4月12日、 ハックニーエンパイア劇場でドハーティのソロパフォーマンスにバラーが参加。その場でドハーティとバラーによるリユニオンが行われ、タイムフォーヒーローズなどリバティーンズのトラックが合計13曲演奏された。コンサートが終わりバックステージの窓から即興ギグも行われ、外で待ち構えていたファンを熱狂させた。しかし、ドハーティ、 バラーともに共演は一回限りだと発言している。バラーは、ダーティ・プリティ・シングスのニューアルバムに専念しているとインタビューに答えた。一方、ドハーティは、ソロアコースティックアルバムに加え、ニューアルバム制作のために、スタジオへ入ることを明らかにした。2007年6月、ビートルズのサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツクラブバンド40周年、記念カバーアルバムのために、 ドハーティとバラーがアデインザライフをコーディングした。二人が一緒にレコーディングするのは2004年4月以来であった。グラストンベリーフェスティバルの日曜日のドハーティのソロアコースティックショーにバラーが参加するのではないかという噂が流れた。ベイビーシャンブルズ、ダーティプリティシングスともに土曜日のステージへは出演したが日曜日の共演は行われなかった。しかし、 ドハーティは、リバティーンズのトラックで、アコースティックショーをスタートさせるなど、思いがけないセットを披露した。ドハーティとバラーは、ロンドンのドンマーウェアハウスのために、ロックンロールミュージカルをコラボレーションする予定だと、報道された。しかし、後にバラーは、ドハーティと新曲を制作しているという噂を否定した。2008年7月のインタビューで、バラはリバティンズについて、 やりかけの仕事と話した。また、ドハーティと一緒にいた時の純粋さを忘れることができないとも話した。リバティーンズ再結成の質問には多分と答えている。2008年9月17日、ドハーティはカムレンのプリンス・オブ・ウェールズ・パブでプライベートギグを行っていた。終盤に差し掛かったところ、かつてのバンドメイトのギグに参加するために、 バラーがセキュリティに導かれてステージへ上がった。このリユニオンは突発的に行われたものと思われる。Don't Look Back into the Sun や Time for Heroes, オアシスの Don't Look Back in Anger などを演奏した。二人が公で一緒に演奏するのは2007年4月のリユニオン以来であった。また、バラーは新しくタトゥー。 レッツプットアワーフューチャーズビハインドアスを前腕に入れたことを話した。2008年10月1日、カール・バラー率いるダーティ・プリティ・シングスが2週間の UK ツアーの後、解散することが発表された。声明によると、バンドは新しいことを始める時期が来たということ。しかし、新しいこととは、リバティーンズのことではないと付け加えている。2009年2月、ドハーティは、 レディングフェスティバルから数億円で再結成のオファーを受けていたことを明かした。しかしながら、バラーが乗り気でなかったため断っていた。バラーは、インタビューに、バンドを解散し自由になれたばかりで、再結成のことで頭をいっぱいにするのは嫌だ。今はダメだ。と答えている。2009年2月、エネミーアワーズでのインタビューで、バラーは二人はまだリバティーンズのままであると答えている。 ドハーティは2010年にはバラーを説得できるとの予想を話した。また、バラーはソロアルバムをリリースする可能性をほのめかした。2009年5月15日、ロンドンのリズムファクトリーでバラー、ドハーティ、パウエルの3人がライブを行った。これは生前バンドが世話になっていたジョニー・セダッシーの追悼イ,イベントであった。ハッサールは参加せず、 ベイビーシャンブルズのドリュー・マコーネルが代役を務めた。演奏された曲は、ホワット・アウェイ・スター、アップ・ザ・ブラケット、キャント・スタンド・ミー・ナウなど。ドハーティとバラーは異なった音楽的影響を受けてきた。ドハーティは、主にザ・ジャム、ザ・スミス、チャス・アンド・デーブ、ジ・オンリー・ワンズから、バラーはベルベット・アンダーグラウンド、ジャンゴ、ラインハルト、ザ・クラッシュ、ドアーズから影響を受けている。 本では、ドハーティは、ウィリアム・ブレイク、エミリー・ディキンソン、トーマス・チャタートンなどを好み、バラーは、サキやエドワード時代の基地に富んだものを好んだ。レコーディングは、かなりローハイに行われた。ミキシングとアフレコは、最小限に抑えられ、最終的にレコーディングされた音は生に近く、洗練されていないものとなった。リバティーンズの登場により、 それまで、アメリカ一辺倒だった UK チャートへ、多くのイギリス新人バンドが現れるようになった。ザビュー、ザピジョンディテクティブズ、ザメトロスなど、更新のバンドへ影響を与えている。8、17、8、18大阪、東京サマソニレー 02, 2、ザリバティーンズジャパンツアー2003、4、名古屋クラブックウィートロ、4、旧震災橋クラブクアートロ、4, 10福岡ドラムロゴス。411京都クラブメトロ。413新宿リキッドルーム。414新宿リキッドルーム。415原宿アストロホール。MO サムトーンベンダー。416仙台クラブ。ジャンクボックス。417札幌ペニーレイ247。25富士ロックフェスティバル03ピートは不参加。8 一富士ロックフェスティバル048三渋谷アックスザリバティーンズジャパンツアー2004124広島クラブクアントロ1125福岡ゼップ福岡1127名古屋クラブダイヤモンドホール1129東京ゼップ東京12 1川崎クラブジッタ十12 2大阪ナンバー812 三峡都クラブメトロ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。